はい、それではこちらの論文について名古屋芸術科学大学の角張が説明させていただきます。まず概要なんですけども、こちらの論文では大量に、自動的に獲得した知識で、見役割のラベリングを改善するという方法を提案していました。その結果として自動獲得した知識、ここでは核フレームなんですけども、それを用いて中国語の意味役割ラベリングを改善することができたという結果になっています。ここでいう意味役割ラベリングなんですけども、自然言語処理における構文解析と意味解析の中間的なタスクでして、この主な目的としては文から誰がいつどこで誰に何をするかといったような文の主張というものを抽出することにあります。この意味役割ラベリングの応用先としては、この情報抽出だったり質問応答だったり機関翻訳といった場所が、分野があります。で、ここでいう、意味役割ラベリングの問題点が2つあるんですけども、まず1つ目なんですけども、1つ目は、より正確なモデルを、学習するためには費用がかかるなんですけども、日本とかで言えば、フレームネットとか、そういうものがあるんですけども、そういうものの、コーパスを拡張して、より精度を上げるっていうなると、やはりその人手で、注釈をつけなきゃいけないということで、精度を上げるためには、人手がどうしても必要になってしまうので費用がかかってしまう。で、2つ目と問題としては、自動で行うため、意味役割ラベリングをする、システムっていうものは、どうしても構文情報に強く依存してしまうということで、その実際にラベリングをする前に、単語のセグメンテーションであったり、品詞のタグ付けといったような、解析が必要になってくるので、そこで生じてしまった、エラーというものが、引き続き、影響してくるということで、回の構文解析の精度も非常に重要となってきて、そこを改善しなければいけないという問題点があります。特にここで、この論文にが着目している、中国語は、単語分割っていうものを正確にすることが非常に難しい、言語でして、意味役割ラベリングのパフォーマンスが、非常に制限されてしまっているという大きな問題点です。で、今回の論文での手法なんですけども、大規模な生データから自動獲得した、高品質の知識で、中国語の意味役割ラベリングを改善するということでして、今回の手法で、追加された、特徴量、知識はこの2つでして、1つは、自動構文解析、主に、依存解析なんですけども、を利用して集められた核フレーム、表層核フレームで、表層核フレームでは補いきれない今その点っていうのを、深層核フレームで補っているという形になっています。で、意味役割ラベリング、処理の過程なんですけども、最初に熟語の曖昧性を解消して、これは主に熟語に ID を振って、どんな、それぞれを個別化していきます。で、次に、その熟語がどんな引数を取るか、文中にあるその、名詞とかが、その熟語に、関係しているか関係していないかっていうのを、判断します。その次に、関係していると判定された場合には、それが、どんな意味、どういう意味があるのか、どういう意味で、必要となっているのかといった情報を、引数分離で、付与しています。次は、
まあ、こちらの、まあ、順に述べていきます。でまず、高品質の、まあ、依存関係の選択なんですけども、まあ、依存関係の、依存関係の、まあ解析の性能が、まあ、非常に、まあ、重要となってきていて、依存関係解析をすることによって、まあ、術語構造に関連する、まあ知識を獲得することができるので、まあ、それをもとに、まあ、核フレームなどを、まあ、構築していく、核フレームとかを、まあ知識として得るということになります。で、まあ、ここでの、まあ、問題点なんですけども、まあ、やはり、本来の、問題点ではない、まあ、その依存関係の、まあ、解析エラーというものを減らすこと、まあ、重要になってきて、でさらに、その、得られたその解析結果から、まあ、高品質の、まあ、依存関係というものを選択する必要があります。で本論文では、従属ラベリング付きコーパスをも、まあ下に書いてあるその、まあ、過去の論文の手法を用いて、まあ依存解析というものをしています。まあ、その中で、まあ、得られた結果から、まあ、より、まあ、信頼性の高い、まあ、高品質なものを、まあ、識別するために、まあ、その良いものと悪いもので、まあまあ、これを二次分類の問題化として、まあ、捉えて、まあ、さらに下にある、まあ、その論文で述べられている、まあ、その基本的な特徴というものを用いて、まあ分類を行っているようです。で、まあ高品質な、まあ、表層核フレームの構造なんですけども、まあ、依存関係を利用して、まあ、術語引数構造というものを抽出しています。で、上と、1,2,3 あるんですけども、まあ、1も、全て同じ、術語なんですけども、それぞれ、まあ、意味が違って、まあ、1つ目は花を枯らす、まあ、意味があるように使われていて、まあ、2つ目は感謝といった意味で使われています。まあ、このように、まあ、述語に来る引数の曖昧性というものを、まあなくすためにクラスリングを行っています。まあ、その手法は、まあ、こちらの論文で使われている、まあ、CRP4 というものを使っています。でまあ、表層核なんですけども、まあ、単語、述語引数構造から、まあ、4つの特徴というものを抽出して、まあ、上の4つになんですけども、まあ、そして、まあ表層核フレームから、まあ、4つの特徴というものを作成しています。この2つ、あ、4つになります。まあ、簡単に、説明すると、まあ、一番上が、まあ、引数の、まあ、文章中に、述語と、まあ、その、引数、対となる引数が、まあ、どれだけで一緒に、まあ、狂気するかっていう頻度で、で、この下のやつが、まあ、引数、述語と、その引数が、まあ、どれだけ、まあ、狂気しやすいか、それともしにくいか、まあ、独立するのかっていうものを表しているものになります。で、まあ、下の、表層核フレームに関しては、上は、全部の範囲を元にやっているんですけども、下のものは、まあ、表層核フレームの中だけで、まあ、同じように、単語の狂気頻度を求めたり、まあ自己相互情報量というものを求めています。まあ、ここで、まあ表層核フレームの問題点なんですけども、まあ、中国語では、まあ、語の省略というものがすごい頻繁に起きます。
で、1,2,3 は全て、私は多くのリンゴを食べましたといった、まあ、文章なんですけども、まあ、4も5も、まあ、大体同じ意味でして、まあ、4は私はたくさん食べた。で、まあ、4つ目は、まあ、リンゴはたくさん食べられたというふうになっています。まあ、ここでも表層核フレームを構築すると、4と5の場合、まあ、主語のラベルに私と、まあ、リンゴが、まあ、一緒に、まあ、どちらも主語のラベルが振られてしまうんですけども、まあ、実際には、まあ、私は、まあ、動作を、する、まあ、動産主なんですけども、まあ、リンゴの方は動作を与えられる方なので、まあ、実質的には、まあ、主体性、まあ、主体的であるか主体的でないかといった、まあ、違いがあるので、まあ、そのように、まあ、全てその主語としてまとめられてしまうと、まあ、機関翻訳などといった、まあ、意味の情報を必要とする、まあ、分野に対して、まあ、悪影響を与えてしまう可能性があるという問題点があります。でここで、まあ、深層核フレームなんですけども、まあ、深層核フレームを構築するためには、表層核フレームを構築するためには、人間によって、まあ、ラベル付けされた、まあまあ、注釈がついた、まあ、データというものがすごい不足していて、で、まあ、構文解析、まあ、その、意味役割ラベリングをする前の処理として行われる、そこからの、まあ、エラーというものもすごい問題になってきます。まあ、これらの影響によって、まあ、性能というものが向上しない。そこで、まあ、述語公開、公文解析で、まあ、述語の、まあ、識別というものを行って、まあ、表層核フレームでは、トレーニングデータの中の、まあ、その述語にしか対応できないという欠点があるんですけども、まあ、そこで、まあ、述語識別を行うことによって、まあ、全て、解析した結果、まあ、全て、の、まあ、動詞と判断されたものに対して、まあ、処理を行うことが、まあ、後続でできるので、まあ、その対応できなかったものを、まあ、対応することができる。まあ、ですがそこで、まず、信頼性であったり、まあ、高品質なものではないものも使ってしまうということで、そこで、まあ、さらに、表層核の際に使った、まあ、日分率で捉えて、まあ、そこで、いいものと悪いものというものを、まあ、識別して良いものだけを使うようにしています。まあ、これ実験なんですけども、まあ、実際に、データを、知識を獲得するために使った、まあ、コーパスがこちらで、まあ、解析をする際に利用したコーパスがその下で、で、評価に使った、まあ、その、まあ、データなんですけども、まあ、それは、こちらのものでやっています。で、ここで、まあ、ベースラインを、述語の曖昧性と、まあ、識数識別と、まあ、識数の分類っていうものを、まあ、他クラス分類問題として取り組んで、まあ、他の、まあ、この本論文では、まあ、表層核と、深層核の情報を使っているんですけども、そのような、まあ、情報を使わずに、まあ、分類するといったものです。で、実験結果なんですけども、まあ、これ注目してほしいのが、今回追加した、まあ、表層核フレームを使うことによって、まあ、単純に、分類問題して捉えるよりも、まあ、若干ですが、まあ、精度が上がっている。で、さらにより細かい、まあ、日本語で言えば、表層核は、まあ、がとかおとかにとかそういう情報だけなんですけども、まあ深層核では、まあ、より深い、
まあ、動作主であったり対象であったり、まあ、その物事が始まる、まあ、視点とかっていうものを表すことができるので、まあ、できているので、まあ、精度がより上がっています。で、まあ、100%、50%、20% ってあるんですけども、まあ、その表層核とか、まあ、深層核を作った際に、まあ、どれだけ、まあ、品質の良いものを取ってくるかっていうもので、まあ、100% のものは、まあ、できた、表層核フレームなどを全て使っているもので、まあ、50%、20% になれば、より精度の良いものだけしか使っていないということで、まあ、これも、まあまあ、どちらの結果でもより高品質のものを使うことによって、意味役割ラベリングの、まあ、精度を高めることができているというふうに、まあ、結論付けています。はい、以上です。